こんにちは。ブローガーそしてフォークシンガーの原慎一です。2月12日日曜日のライブ告知をさせていただきます。毎週日曜日の23時から23時半までの30分間、フォークソングを弾き語りながら世の中の出来事を語ります。今週もロシアウクライナ情勢について語ります。さて、イーロン・マスクがペンタゴンを再び新刊させています。数週間前にアルジャジーラ通信社のスクープがありました。 ウクライナ軍が戦闘地域の上空を旋回する数多くのドローンのカメラ映像をスターリンクに送り、それを一箇所のコントロールルームでモニターしているというのです。ロシア兵グループの位置を把握し、砲弾を命中させるための修正を行ったり、また、ウクライナ兵がどう動けば最も効率的かを決定し、現場に指示を出したりしています。しかしこれは、 武器としての使用を禁じている利用規約に違反しており、以後やめるようにとの声明がスペース X の社長より発せられました。同社としては衛星がロシア軍の攻撃対象になってしまうのはたまらないということでしょう。以下、ラッシャントゥデイの記事を要約してご紹介します。スペース X の社長兼 COO であるグイン・ショットウェルは ワシントン DC での会議で、軍に提供したスターリンク衛星インターネットは武器使用を意図しておらず、規約の範囲を超えて使用されていると述べました。ショットよルは、軍が戦場で無人機をコントロールすることにスターリンクを転用していることを明らかにしました。軍は通信にも使用しており、これは正常です。 しかし私たちは彼らが攻撃にそれを使用することを望んでいませんでしたウクライナ軍はドローンからのデータを収集及び分析するためのいわゆる状況センターを大規模な各要塞エリアの隣に配置していますこれらセンターの一つバフムート近郊のものに関する記事がアルジャジーラ通信社によって3週間前に発表されました その運用法の原理は、ウクライナ軍がこの地域で使用する全てのドローンを単一のネットワークに完全に統合することです。各ドローンからのビデオは単一のセンターに送信され、特別な訓練を受けた観察員のグループが巨大スクリーンで戦場を観察します。彼らの任務は、ドローンのオペレーターを歩兵や他の部隊とコーディネートすることです。 ほとんどすべてのロシアの軍事専門家がこのシステムが非常に有用であり、ウクライナ軍の動きの有効性を大幅に向上させることに同意しています。当然のことながら多くのメディアから高解像度ビデオをストリーミングできるのは高速で安全なインターネットスターリンクがあるからです。このシステムがウクライナ軍によって使用されているという事実を考慮すれば、 大砲の着弾点を修正したりロシア兵の位置を特定して爆弾を投下したりするなど攻撃のための使用とはどのようなことかについてスペース X 代表者の言葉が明確になります無人機を制御するためのスターリンクの使用を制限するというスペース X の社長の声明の結果はどうなるでしょうか 過去にウクライナ軍への通信サービスの提供を停止するというイーロンマスクの決定は、米国、英国、フランス政府がスターリンクの使用に対して部分的に支払うことで決着しました。今回はマスクの誠実さがどれだけ十分か見てみましょう。しかし、これらすべてから明らかなことが一つあります。インディアン他の先住民の運命を繰り返したくない国は、 あらゆる方法でこれらのテクノロジーの開発を追求することを余儀なくされています記事は以上です一説によればドローンだけでなく兵士たちが身につけているボディカメラからの映像もスターリンク経由コントロールルームに送られているとのことですあくまで試験ですがもしかすると映像の集積は現地の司令部だけでなく 米 A の軍や情報機関にも送られているのではないか、そんなことすら想像させます。NATO は直接参戦していないという建前が次第に空虚に感じられてきます。それでは2月12日日曜日の23時から23時半、YouTube ライブにてお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。See you.